のシネマトン監督の山崎です。本日も北野武史全作品批評第3作を見ていきたいと思っております。3作目の作品はこちら、でるん、あの夏一番静かな海ということでですね、私これ見たことないんでございます。その男凶暴につき、3対4の X10月、そしてあの夏一番静かな海と続いてるわけでございますけれども、マキクロードさんが主演、耳の聞こえないサーファー役、若い男女の恋物語みたいな、そんなイメージでおります。そしてその前に毎回恒例やりとくご飯紹介、このシリーズからコンビニ掛け合わせグルメを紹介するコーナーとなっております。今回ねご紹介するコンビニ掛け合わせグルメ、こちら絹豆腐、きなこ、わらび、この2つを掛け合わせて美味しいデザートを作れるっていう話なんですけど、どうなんでしょうか。作ってみましょう。え、これうまい。普通に黒糖わらび餅が結構さ甘いし濃いじゃない。でそれに対してプレーンの豆腐なんですよ、金豆腐。豆腐の大豆感が割とね風味として生かされてるんですよ。まあ、きなこも大豆？え、きなこ何？大豆ですって。じゃあ大豆に大豆だ。だから大豆に大豆だから合うわけですよ。あ、これ美味しいわ。しかもなんかさ、豆腐っていうのがまたすごい罪悪感がないじゃないですか。かさ増しにもなるからこれいいと思いますよ。満足度が上がる。おすすめでございます。では本題に行きましょう。あの夏一番静かな海、行ってみたいと思います。よーい、スタート。はい、見終わりました。なるほどねっていう、北野武の中にあるつがい、つがいと言っていいでしょうか。そうね、男と女のつい、このセット、これに対する考え方みたいなのがよくわかりますよね。3体からの流れで言うと引き継いでやるんですよ。世界観は主人公全くほとんど喋らないとか、横にいる女の子も本当に何も喋らないとか、2人が黙ってただただ歩いてたり、ただただぼーっと立ってたりとかっていうやつらの周りを、割と口うるさいおっちゃんとかが世話焼くみたいな。3体に関してはヤクザが出てきたりですとか、ドンパチやったり、指を詰めれた詰めないだみたいなさ、あのちょっと笑いもあってさ、いいバランスだったんだなって思った。3対4っていうのは、今回のあの夏一番静かな海に関してはそこら辺の笑ったり怖がったりみたいな要素が全然ないないバージョン。3対4の独特の間ですよね。静止画みたいな手法だったりとかはもうそのままなんですけど、北野武監督のそのラブストーリー初挑戦だったんでしょうね。2作目でちょびっとやったこういう男女がつがいとして理想、そのままそいつらを今度は主人公にしたっていう。これはね、まあいろいろ賛否いろいろあるんだと思うんですよ。時代性もあるし、今見るとやはり男尊女卑でございますねはっきり言って、女の人は男のやることに黙ってこう三歩後ろついて従って、で、言われなくてもサポートすると。それに対して男は特にありがとうの感謝の意も示さずに、それでよしと。で、まあ、お互いそれを了解してるっていう状態ですよ。だからその対等ではあるんだけど、まあ、そういう意味ではね、こう合意の上っていう、ただそういう世界観。まあ今見るとちょっとなんかまあトレンドじゃないよねっていう感じではあるんだけど、私はね、だから最後マキクロードさんおそらく事故って死にましたよね。あの後よ、あの後私は女の子がサーフィン始めると思ったんだそれが良かったと思うわ。それまでずっと三歩後ろ下がって突き従っててさ、もうなんか荷物を持たされるわ、洗濯物畳まされるわ、申し込み書を書かされるわ、まあなんかいろいろ尽くしてたわけ。そこの伏線をここで回収ですよっていうのが良かったんですけど、そのサーフィン始めるのかな思うじゃん。それがおそらく話としてはね面白く落ちたと思う。あの女の子さ、あんなにみっちりねセロハンテープで写真をサーフボードに貼り付けて流しちゃダメ。あのサーフボードで誰かが怪我するかも知れないんだからそういうことでしょ。そういうことではない。いや絶対そういうことだってだからみんなこうやってさわざわざつけてんじゃん紐を。まあそうだけど、ちょっとねお話というかそのたけしさんの美学専攻になっちゃってて、石投げるじゃん女の子呼び戻すためにマキクロード石投げるじゃん、パリーンって割れるじゃん、お前あれ弁償したかっていうさとことかさ、ちょっとそのリアリティがまあまあいいじゃないですかみたいになってる。なんかそこら辺のちょっとした雑さみたいのを感じましたね。やっぱりサーフボードは海に流しちゃダメだし、人の窓を石で割っちゃダメだし、それについてノータッチっていうのも変だし、女の子涙ポロリって流して許したんでしょ。それはさちょっとさおいおいっていうとこがあって女の子は最後サーフィンを始めてほしかった。彼がさ買ったさあのサーフボードでだよ、で2人の思い出はこうやって受け継がれていくのだ、絶対その方が良かったと思うんです。
ですよ。そういったこう観客のこうあってほしいな、こういう物語で落ちてほしいなっていうのよりも北野武個人のね、彼の理想っていうのを先行させたとか優先させた、まあ、だからそういうのがあってもいいとは思うんですけど、別に全然監督が彼なわけですから。ただうんっていうところも、3体よりは多かったですね。私は3体はさ、3体でなんか落ちとかもさ、もしかしたら議論のあるところなのかもしれないけど、やっぱそれまでにこっちが見たいものっていうのをちゃんと見せてくれてたんでね、笑いだったり暴力描写だったりとか、なんでぶっ飛んだ描写みたいなのもまああれはあれとしてその世界観の中に含むで見ることができたんだけども、こちらの作品に関してはですね、私としては残念な場面もある作品。ただね、絵は非常にやっぱ美しくて、カメラ画角も全然動かないんですよ。ほとんどもうゆっくりパンするか固定みたいな。その分ですね、被写体のレイアウトとか人の配置とかは良かった。なんでそこでバランス取ってるような作品でした。まあなんかいろいろ試してんだなっていう感じ。最後のなんかさ、よくわかんない、なんかあれね、オプションあれについて俺のうる覚えのインタビュー、あー、はいはい、記事を元に行くと、恋愛的なイチャイチャしたりとか、うん、元の台本にはあって撮ったんだけど、たけしがどうも気に入らなくてどんどん話を削っちゃったらしいね、編集で。なるほど。それで最後につけたってこと。そういうこと。なぜたけしがこれをやりたかったとかっていうのは見えなかったんでね。なぜサーフィンじゃなきゃいけなかったのか。まあ、たけしがね、多分サーフィンじゃなくて世界観も一番撮ろうとしてて、今回下町離れて海に行こう、鎌倉湘南あたりの風景で撮ろうっていう風になって、そうするとサーフィンかなっていう話、うん、でもね、サーフィンだったら絶対最後にサーフボード流したんだと。サーフィンを撮りたいんだって思ったんだな。だしサーフィン大会の上手い人たちの場面、あれいるって思って、確かにあれで触発されて、よしやるぞって雨の日までクマキクロードが海に出て行って、それで結果死にました、そういう話なんだって言われればそうなのかもしれないけど、ちょっとあれは長くない。あとマキクロードかって、まあ耳が聞こえない人ですよ。俺かけのね、あのサーフボードでへったくそなサーフィンを始めて、それを周りのサーファーたちが笑うっていうのが、まあ起承転結起であってさ、後半になっていくにつれて、そのマキクロードの無心の努力みたいなものがサーファーたちに受け入れられて、ちょっとキラキラした日々を送ったっていう話なわけじゃん。としたらさ、マキクロードちょっとさ馴染みすぎじゃねっていう話があって、まあそもそもマキクロード体格がね、ゴミ収集やってるだけにしちゃ仕上がってますね、最初からね。そう、仕上がってるのと、あ、まあまあイケメンで、まあまあ長身じゃん。違和感がないんですよ、そのサーバーたちに紛れてってもね。マキクロードはさ、サーバーっぽすぎるんですわ最初から。そう、もうちょい格好悪くて、もうちょいひょろっとかってしてたら、髪の毛茶髪でロン毛でさ、あの日に焼けたさ、チャラチャラしたようなやつらと、そのひょろっとした男の子が一緒にいたらちょっといいじゃん。そこら辺のね、ビジュアルとかもね、多少なんか不満がありました。まあでもたけしの前半のテーマは、今までに見たことないことをやりたい、こういうパターンでしょと思ったものを全部避けたいっていうあれがあるから、ひょろひょろのが出てきたら構造が見えちゃうじゃん。見えるよ別に、耳が聞こえないっていう設定だけでもその構造が見えてるから、周りと違うっていう。まあね、だからあの女の子、あの女の子がやっぱ最後サーファーになってくれたらね、全て回収できたと思います。だってあの女の子全然サーフィンやりそうに見えない。まあ確かにね、ずっとさ、そばで支えてたってことはサーフィンが何か分かってるわけですよ。そうでなければあんなにね、退屈な時間を過ごせますか2時間もただただ海の波に乗ってる男を見てられますか。そう思いました。はい、まあ実験作やったことは間違いない、3対4みたいなテイストのを引き継いだまま、ラブストーリーやってみましたの回だったんです。まあね、いろいろ不満はあったんですけれども、そういう意味では歴史を感じられる一作ではあったと言えるでしょう。はい、ということで、あの夏一番静かな海でした。次回はその地面を見て語っていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。また